行に来たらあれなんか面白いのやってるなっていうついでで来てくれて皆さんそれで購入していただけるんで、そういうのもなポイントとしてはあるんじゃないかなと思いますね。地元の方たちばっかりのお客さんだったらやっぱりあんまり長く続かない気がします。続かないもちろんそうだ。外部からの方も割と半々ぐらいでいらっしゃる。地元の方は外部の方が半々でいらっしゃるから、僕らは仕事はしやすいですね。だからすごいいいイベントだなと思います。いろんなとこ行きましたけど。ですよね、うん、だからその出店費って絶対あるし、出店費に対しての売り上げって見ちゃうんですよ。こんだけ払って出店費払ってるのにこれしか売れないのかもあるし、こんなに安く払ってるのにこんだけ売れたのもあるから、なんかちょうどいいですね。ちょうどいいですね。藍染めの通りでやるイベントはもう本当にちょうどいい。出店費の金額に対してかなり売り上げが上げられるから、うん、で僕お店がここなんで、うん、移動費もかかんないんです。移動費って結構バカになんないですよね。あっちまで行こうとする交通費で荷物も持たなきゃいけない。設営して片付けて。そうなんです。小さい時お店たくさんできてたから、うん、それも先々からうわ、うちはもう持たよとか。あ、ここ日よけだったんだ。ね、神社が正面でしょ、うん、そうね、あそこのところと先々はあれがあった花町っていうか、全部江戸時代までから花の時はもう全部花町。そうか、お寺の横そうだよね。神田明神の脇だってそうだもんね。そうなんだよね。雑誌の時代から少し時代変わりました。僕たちがちっちゃい、うん、からうちは父からいるから、うん、もうずっと父のまた上でおじいちゃんが100年ぐらい、うん、そういやいるんですけど、昔から今はやっぱり今また大きな患者さんが大きいですね。自分たちが僕らも専門だから、うん、その時の町のこの国、うん、やっぱりその良き時代にまたちょっとずつ戻ってきてあるから、折りたたんで最悪リュックに背負っていけるっていうコンセプトで、背負ってショップって名前でやってるんですよ。